こんにちは。温床温度が上がってきました。今この温床の中の気温が約34度ですね。最低でもプラス2度ぐらいになっていますので、約30度とか25度から30度ぐらいの中の高低の差ができてるんで良いかと思います。で、発芽してきましたんでいい感じで、出てきてますね。やっぱりすごいですね、温床は。やっぱりね、この何ですか、自然のこう体型に沿った感じでこう、できますから、発芽の状態をこう持ってこれるので、いや無理なくこうできますね。もうこちらの全部埋まってしまいました。もう、あっちまでね約30枚、置いてありますけど、それでもちょっと足りなくなってきてるんで、こちらにももう一本、新しいのを作っております。本当にこれね、これ結局はもう日本の伝統のその発酵の技術なんですよね。これはもう本当にすごいと思います。日本の何ですか、この農業の体系の一部に発酵が入ってる、発酵の技術、これはもう世界でもやっぱりもう一流じゃないでしょうかね。こういうもう地域の循環、この葉っぱだ、もうこれも栗の葉っぱですけど、こういうものも地域で、今日もお隣のあの栗林、栗林何箇所かあるんですけど、いろんな方とやっぱりあの地域をやっぱりに根ざした、こういった葉っぱの調達もできるということで、それを米ぬかもこれもただで地域の、米ぬかの精米場、コイン精米から、無料で持ってこれるものなんですよね。もうこういうものの豊かさ、やっぱりこういった、これ八郷ですけど、ここは八郷の豊かさ、こういうところは日本全国もちろんありますけれど、本当に素晴らしいなっていう、やっていて素晴らしいと思いますよ。これもう世界でもこんな素晴らしい国はないです。もうこういうことをやっぱり伝統をね、もう保持していかなきゃいけない、これは農業者のやっぱり一つの課題でもあるし、責任っていうかね、現代の農業者の責任、社会貢献と責任だと思います。はい、そんなことで芽が出てきて本当ほっとしてます。はい、では素敵な一日を。